ランタノイド元素のサンプルランタノイドとは、原子番号57から71、すなわちランタンからルテチウムまでの15の元素の総称である。ランタン、タイモドキという故障からもわかるように、各々の性質がよく似ていることで知られる。スカンジウムイットリウムと共に、気道類元素に分類される。周期表においては、アクチノイドと共に、本体の表のもとに、 脚ののような形でで配置されるるが一般的あランタノイドは、ランタン、タイモドキという造語のため、ランタン自身を含んだ故障としては本来は、不適切である。このため、ランタノイドは、ランタンを除くセリウムからアルテチウムまでの元素の故障とし、ランタンを含める場合は、ランタニドと呼び分けられたことがあった。 しかし、後に混乱されて、ランタンを除くものが、ランタニドと呼ばれるなどしたため、区別は曖昧になっている。また、ランタニドの語尾である IDE は、影4と紛らわしいこともあり、ランタノイドが推奨されている。また、ランタンとルテチウムは 5D 軌道に電子を持ち、かつ 4F 軌道が安定しているため、電子配置はむしろ典型的な三族元素に近く。 性質も他のものとやや異なる。そのためこれらの一方、または両方を除いて、ランタノイド、または、ランタニドと呼ぶ場合もある。IUPAC 命名法では、ランタンとルテチウムも含めて、ランタノイドとされており、本校もそれに習う。ランタノイドは、4へ不道の電子が詰まり始める元素のブロックで、セリウムから順に4へ不道に電子が1個ずつ。 詰まっていき、1テルビウムで 4F 軌道が14個の電子に潜入されてすべて埋まる。この過程において、最外殻である 5D 軌道と 6S 軌道の電子の詰まり方があまり変わらないため、ランタノイドの核元素は性質がよく似ており、このためランタノイドのほとんどは安定な原子化として酸化を取る。ただし一部の化合物においては2化や4化でも、 準安定となる場合があり、特にセリウムは4価、ユーロピウムは2価をも安定して取る。ランタノイドでは、原子番号の増加とともに、原子核の電荷が増加し、内側の 4F 軌道に同じだけの電子が詰まっていく。有効核電荷の計算における最も単純な、スレーターの規則からすれば 4F 軌道は最外核の 6S 軌道より、 主猟指数が2つ小さく、原子核の電荷の増加は、F 電子の増加で完璧に遮蔽されるように思えるかも、しれない。しかし実際には 6S 軌道は、貫入により 4F 軌道の内側にもかなり、広がっており、この結果 4F 軌道による 6S 軌道に対する、遮蔽は、不完全となる。このため、ランタノイドにおいても、原子番号の増加とともに、原子半径が、 わずかずつ縮んでいくという傾向が見られる。イオンの場合も同様に核電化の増加に対し 5S や 5P 軌道への遮蔽の増加が小さいため、イオンサイズも原子番号とともに少しずつ小さくなっていく。このようにランタノイド元素のサイズが原子番号とともに小さくなっていく現象をランタノイド収縮と呼ぶ。一般に他の典型元素や 繊維元素でも、属番号が大きくなるにつれ原子半径や、イオン半径が減少するが、ランタノイド収縮が重要なのは、周期表において、ランタノイド以降の元素のサイズに、大きな影響を与える点である。通常、同じ属の元素であれば周期が増すほど原子半径は、増大する。これは災害核電子の狩猟指数が増加しより、遠くの軌道となるためである。 しかし例えば第四続元素を見ると、第四周期のチタンから第五周期のジルコニウムでは、原子半径も四半径も通常通り増加している。ものの、ジルコニウムから第六周期のハフニウムへの変化では、両半径ともやや減少という奇妙な振る舞いを見せる。これは、ハフニウムの直前に、ランタノイドが位置し、この部分で、原子半径、イオン半径が大きく減少する。 ランタノイド収縮による効果が周期の増加による半径の増大の効果を相殺していることに由来する。なお、類似の効果は繊維元素の存在によっても発生し、例えば第13属のアルミニウムからガリウムでの半径の増加がやや抑制されている。ランタノイドには4つ組効果が存在する。ランタノイドはランタンからルテチウムまでの15元素であり、 これら15元素はすべて酸化のイオンになり得る。記述のように、酸化のランタノイドイオンには、ランタノイド収縮と呼ばれる、酸化のランタンイオンが最も大きく、原子番号順に酸化のイオン半径は小さくなり、酸化のルテジウムイオンが最も小さいといった、競技のランタノイド全体を通して当てはまる性質がある。 この他に、酸化のランタンイオンから酸化のネオジムイオンまでの4つの元素の組み、酸化のプロメチウムイオンから酸化のガドリニウムイオンまでの4つの元素の組酸化のガドリニウムイオンから酸化のホルミウムイオンまでの4つの元素の組酸化のエルビウムイオンから酸化のルテチウムイオンまでの4つの元素の組において、原子番号の増加に伴って、その性質が これらの4元素ずつの周期で変化する部分が存在するし、これを4つグミ効果と呼ぶ。これはランタノイドにおいては、原子番号の増加に伴って4 f 軌道に電子が充填されることによって発生する周期的な変化である。なお、ガドリニウムだけは特別であり、4つ組の2つ目の周期の終点であるとともに3つ目の周期の視点でもある。 ランタノイドの4は色を呈するものが多い。これも 4F 軌道の影響である。ランタノイドの化合物の中には、フェルミエネルギー上の電子の有効質量が、自由電子のものよりに、3桁も大きい、重い電子系と呼ばれる性質を持つものがある。4F、5D、6S などの外側の軌道は、相対論効果の影響も受ける。ありがとうございます。